歩間違えたらやばかった、この世とおさらばしそうだったという経験はありますか。死ぬかもしれんみたいなね。これは24歳の時に、うん、ハドソンにいる時に、はい、バスケクラブに入ってたんですよ、ハドソンの、はい、まあ、部活みたいなもんですね、うんうんうん、でハドソンって平岸、豊平区平岸って場所にあって、はい、そこからだいたい車で20分ぐらい離れた、うん、ちょっと札幌市から定山渓の方に近い中学校をよく借りてやってた、うんうん、はい、でバスケのある日は6時半に仕事を切り上げて、うん、車を飛ばして7時半にはもうアップに入って、うん、って感じだったんですけど、当然雪道冬、うん、で当時僕セリカ GT4 乗ってたんですけど、はい、あれ今でも覚えてるんですけど、その大会向かう時に、うん、結構広い国道2車線、片側2車線、うん、向こうも2車線、はい、怖いで僕右車線側にいたんですけど、うん、対向車 の、はい、あのワゴン車多分ハイエースかなんかが、うん、前に走ってたタクシーをすごい煽ってたんですよ、はい、で僕遠目に見てたんですけど、はいはいはい、なんと、うん、もう真冬ですよ、もう全く路面なんて見えてない雪で、はいはいはい、反対車線に、つまり僕のいる車線に出て、わ、はい、そのタクシーを抜こうとしたんですよ、こっち側の車線詰まってるから。なるほどね。いくらなんでも、うん、いくらなんでもありえないんですよ、北海道でも、うんうん、怖あいつ死んじゃんないと思って、でただ結構まだ距離があったんで、はいはいはい、まあ見つつ、うん、だけど、うん、そのタクシーを抜いて自分の車線に戻ろうとした時に、うん、前がちょっと詰まったんですよ、はい、で戻る時にハンドルを切りながら、うん、多分ブレーキを踏んだんですよちょっと、うんうんうん、そうしたら、はい、あいいですか、もうちょっと行きましょう、もうちょっと行きましょう。あっという間にタイヤロックしたんですよ、そのうん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 、雪道で、はい、もうはっきり覚えてますけど、はい、ロックした瞬間にこう回って、はい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 、回って飛んできたんです、僕の方に。飛んできた、うわ、アメリカ映画みたいに。いや本当に、うん、で僕隣に先輩乗せてて、はい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 、飛んできたと思ってまずサイド前を見てたんです、サイドミラー見て、はいはい、左に車がいるんですけど結構後方だったの見て、うん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 、で右を見たけど対向車そのバンの手前にいるから、うんうん、もうね、不思議ですよね、機械のようにセカンドに入れる、うん、ブレーキ、フルブレーキ、はい、こうハンドルだからケツを振りに行ってですね、ワゴンがワゴンっていうかハイエースがこう飛んできたやつを、うん、僕こう、うわ鼻先をかすめるような、多分、ね、2センチぐらいしかなかったと思うんですよ、はい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 、もう超スローですよ、だって俺その時、はい、うん、あのシフトとハンドル操作しながら先輩の顔見たぐらい、はい、すげえ、ね、ゾーン入ってる、あーっていう顔をしたまま、うん、そうワイルドスピードですね、スピード避けて、うん、ブーンって、うわあれは多分一歩間違った言ってました、まあまあまあ、ほんの一瞬のそれはやばいですね、判断のあれですよね、差で言ってましたね、うん、いや人間ってすごいな、うわぁ、怖の判断がすごい、研ぎ澄まされるという、そう映画だもんそんなの、本当に、まあでもあれが多分一番やばかったと思う、いやぁ、言いつけてくれてよかったねえ本当にこの放送なかったからね、いやもう14がそもそもなかったかもしれない、クッキー作るあれなかったからね、放送が、まあ、でもこのなんか事故みたいな瞬間に、はい、その、うん、アドレナリンの分泌によって、うん、時間経過がめちゃくちゃ遅くなる体験をした人は多分すごい多いと思う、はい、なるほどね、走馬灯みたいな感じで、いやあれはでもなんかすごい冷静だったの覚えてます、避けれるっていう確信を抱いて避けてましたもんね、はい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 、はい、そこでテンパってたらもしかするとって感じだったのかもしれないですね、でもやっぱそういう意味だと遠くから結構その車を認識してたっていうのが多分でかかった、ああなるほどなるほど、あいつ煽ってんなーって、もしかしたら何かあるかもしれんっていう、そう、もしかしたら何かあるかもって、うん、それはでかかったかなって、はいはいはい、なるほど、はい、すごいな、でもこれもあれじゃないですか、はい、量子力学的に考えると、うん、まあまあそういう意味だとね、主人公だから死なないですよ、うん、そうそうそう世界がそういう話になってきますよね、そうそうそう、世界が仮想現実で僕がプレイヤーだとしたら俺が生きるための道筋ができてるからみたいな、多分アトラクションで
僕は死なないですよ。そうそう、あの主人公の、ね、あのハイエースのそのそれか見せるためのそれか、やっちまってるんだけど、うん、多分やっちまってる部分消してやり直してるからセーブ、そう、分かってない、セーブセーブまで戻ってんのか、その可能性はある。そう、これが吉田直樹はナロー系主人公だった。そう、でもそういう風に考える余地があるっていうのが、うん、世界って面白いなと思って。あ、まあ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 、もしかしたらっていうところですね。